伊藤大富夫は、日本の建築家、一級建築士、伊藤大富夫建築設計事務所代表、東京大学、東北大学、多摩美術大学、神戸芸術工科大学客員教授を歴任。高松の宮殿下記念世界文化賞、RIBA ゴールドメダル、宇野ゴールドメダル、日本建築学会賞作品賞2度、グッドデザイン大賞、2013年度、 プリツカー賞など受賞歴多数。1941年、日本と朝鮮を行き来して、陶磁器事業をした父親の影響で、日本統治時代の朝鮮軽機動形状府に生まれる。2歳頃から中学生までを祖父と父の距離である、長野県諏訪郡下諏訪町で過ごす。東京都立日比谷高等学校、東京大学工学部建築学科卒業。 菊武清くん君設計事務所勤務を経て、1971年に独立、アーバンロボットを設立。当初は、ホワイト・ユーや自定、シルバーハットなど、個人住宅を中心に手掛け、安価かつ金欲的、ミニュマルな作風で注目を浴びた。また、消費社会に暮らし、物だけでなく、生活空間まで消費する若い女性ら都市の遊牧民をテーマに、 東京遊牧少女の包みといったプロジェクトを発表するなど、体を柔らかい膜のように包む建築などを構想し、都市を批評する活動を行った。1986年、横浜駅西口に作ったシンボルタワー建築街換気塔、風の塔は無数の穴を開けた金属板と照明多数で構成された半透明な簡素な塔であるが、夜間は 風などの周囲の気象条件に合わせて表面にカラフルな光が浮かび上がるようプログラミングされており、金属板の斬新な使用方法や環境に対する相互作用性で注目を浴びた。1990年代に入り、仙台メディアテイクを代表として、次第に構造上でも実験的で、なおかつ官能的な外観、内部空間を有する作風に移りつつある。 新建築史上で、牧文彦から平和な時代の信武士たちと呼ばれた世代の人を。2006年には、王立英国建築家協会より、RIBA ゴールドメダルを受賞するなど、世界でも重要な建築家の一人とみなされるようになり、2013年には、プリツカー賞を受賞した。また、設計する建築のための家具の設計も行う。 更新の建築家を多く輩出する教育者としても高い評価を得ている。2010年には愛媛県今治市大三島町に今治市伊藤富夫建築ミュージアムを設置。2012年には国立競技場基本構想国際デザインコンクールに参加し最終選考11作品に残った。仕切り直しとなった2015年の再コンペにも参加し、今度は 明治神宮外苑という立地を踏まえ浸透を意識した作品で臨んだが、審査の評価点では、後期短縮部分で27点の大差をつけられたこともあり、総合で8点の僅差で破れ採用に至らなかった。しかし、敗因となった後期短縮部分では、A 案の36ヶ月に対し、東羅 B 案は34ヶ月で勝っていた。2017年度より、 朝日小選考委員を務めている。風の塔、1986年仙台メディアテク、多摩美術大学図書館座、公園寺南青山会ビル。ありがとうございます。